超撥水技術の新たな挑戦が始まりました。高井さんが取り組み始めたのはなんと車の窓ガラス。雨の水滴がガラスにくっつき見えにくくなる問題を超撥水技術を使って解決しようというのです。こういうところを超音波で振動しようとか、それから空気を吹きつけて取ろうとか、いろいろ機械的な方法とか考えられてきた、電気的な方法とかですね。それで私どもはこの、ガラスせっかくあって、このガラス自体を水をはじく材料にしてしまえば、そのワイパーいらない車ができるんじゃないかと、そういう発想のもとでこのガラス自身に超撥水性を与えてあげようと。車に装備されているワイパー、水を拭き取ることはできるものの、降り続く雨によりすぐに視界が悪くなってしまいます。高井さんが超撥水技術で目指すのはワイパーのいらないフロントガラス。早速この難題に挑み始めました。瞬時に水を弾き飛ばす超撥水コーティングをしたガラスのサンプルを作ります。しかしここで大きな問題が浮かび上がってきました。これまでの加工方法では硬いものでこすると表面のコーティングが削られ撥水性がなくなってしまうのです。超撥水性を生み出す小さな突起は脆く、強い力でこすると折れてしまうのです。車の場合はいろいろ条件が、石がぶつかったりとかいろいろしますよね。ワイパーがなくてもその時にどれだけ傷がつかないでするか、それでやっぱり硬さが、耐久性が求められてくるんで、その耐久性をいかに克服するかっていう。フロントガラスにコーティングする超撥水膜、課題は耐久性を保つための硬さでした。高井さんは研究室のスタッフを集め一つのアイディアを伝えました。硬くするために超撥水性を生み出している突起を太くしようと考えたのです。太い突起を作るにはマイクロ波の強さやコーティングにかける時間、材料の質や量などを微妙に調整していきます。無限の組み合わせの中から答えを見つけなければなりません。試作品を作ってはピンセットでこすり硬さを確かめていきます。傷がつかないんでかなり硬い膜が、ついに硬い膜が出来上がりました。超撥水性はどうなのでしょうか。撥水性はあるんですけど、弱い撥水性。硬い膜はできたのですが、超撥水ではなくなっていたのです。原因は突起にありました。硬さを求め突起を太くしたところ凹凸が埋まってしまったのです。突起がなくなれば超撥水にはなりません。今何分、11分20分、あと19分ぐらい。今度こちら350ワットで、今度は何分、20分、条件を変えサンプルを次々と作っていきます。しかし何度やっても超撥水にはなりません。実験は連日深夜にまで及びました。高井さんのイライラは募ります。ダメです、それはダメだよ、硬さがあるのは取っといてって言ったじゃない。だからそれ以外にあったら、人たちはもう遅いの。 A の1のサンプル作って、はい、はい、今作るサンプルはどのぐらいかんの、今からやって。明日どうするかな。徹夜作業も珍しくありません。
まで失敗したサンプルは1万枚以上に上っていました。まさに失敗の連続。しかし高井さんは、それダメだよ、もともとダメだってのは分かれば、それがそれまた技術になる、まあ、やってみようとですね、何でもやってみようと。失敗なくしては成功はありえない、これが高井さんの哲学。ワイパーのいらない車のフロントガラス、この難問を乗り越えることができるのでしょうか。この日あるものを熱心に見ていました。それはハスの葉。超撥水技術の原点に立ち返り、ヒントを探していたのです。ハスの葉がよく水を弾く理由、それは小さな突起の上にさらに細かい突起があり、水を2段階で弾いていたのです。その生物の使ったものをもう一回勉強してみれば、よりいい組み合わせのヒントが得られるんではないかということで、自然に学ぶということが大事だと思ってるね。高井さんはハスの葉の2段階の構造を使えば、なだらかな突起でも超撥水が復活すると考えたのです。硬くなだらかな突起の表面に撥水性のある膜をさらにコーティングしようというのです。高井さんはそのために新しい装置を使うことにしました。突起の上に分子単位で膜を作れる装置です。早速突起の表面の加工に取り掛かります。そして新たな超撥水の膜が出来上がったようです。ピンセットでこすってみると、硬いね。硬さは問題ありません。では大事な撥水性はどうなのでしょうか。ガラスの上に水滴を垂らし、ハイスピードカメラで水の動きを捉えます。もし超撥水であれば、水滴は表面を弾むはず。緊張の瞬間です。これはすごい。あ、すごい。面白い。そう、これは喜ぶんじゃない、皆さん。ついにガラス並みに硬い超撥水膜が完成。ガラスの表面を水滴が見事に弾んでいます。お疲れ様でした。はい、とりあえず、はい、ありがとうございました。だいぶお疲れのようで。はい、みんな疲れて。毎晩徹夜だって2人。目指すは5年後の実用化。一つ自分たち夢があったら、その夢は必ず叶えられるだろうと。まあ、それが遠い先か近い先か分かりませんけど、それに対して努力すればまたそれに向き入れることはあるだろうと。自分たちで考えてできないことはないだろうと。高井さんのマイゴール、それは2015年までに超撥水技術を広め、人々の暮らしを快適にしたい。高井さんは不況に苦しむ地元愛知県の中小企業に超撥水技術を公開しました。研究成果は誰のものでもないと高井さんは言います。超撥水技術によって梅雨の季節も快適に過ごせる、そんな日が間もなく訪れるかもしれません。まだまだやりたいことが残ってるんで、自分が楽しくないとやっててもつまんない。まあね、定年も当然あるんで、自分で定年は自分で決めるということで、はい。